さんこんにちは、まことです。はい、今日の動画は Get Ready With Me の逆、 Get Unready With Me を撮っていきたいと思います。 Get Ready With Me は、まあ、メイクをして出かける準備なんですけど、今日は寝る準備をしていきます。ただいま23時19分、まつりを寝かしつけて、まあ、いろいろちょっと家のこととかやっていてこの時間なんですけど、今からメイクを落としてシャワーを浴びて寝る準備をしたいと思います。ワンオペの日はまつりとお風呂に入るので、もっと早い時間にいろいろ済ませてるんですけど、まあ、今日はパパと入ったので私はゆっくりちょっと自分の寝る準備をしていきたいと思います。でスキンケアの紹介はちゃんとできてなかったので、寝る準備動画として夜のスキンケアを紹介できたらいいなと思います。ではクレンジングからやっていきます。スタート。クレンジングはチャントアチャームのクレンジングミルクを使ってます。もうこれはもう何本使ったかわからないぐらい、もうしばらくこれを使ってて、まあ、ちょっと前まで3のオイルクレンジングを使ってたんですけど、結局これに戻ってきて、もうトータル何本リピしたかわからないぐらい私はね、あのお気に入りで使ってるんですけど、最近仲間入りしたクマちゃんをね、こういうの流行ってるのかな、ドンキに行った時にめちゃくちゃこういうのいっぱい売ってあって売ってしまったんですけど、メイク落としてシャワー浴びてその後スキンケアをしていきます。これはまず何がお気に入りかって、こう出てきた感じは本当ミルクなんですけど、顔にのせるとオイルかのようにスルスル広がって、あのメイクがね結構じんわり浮いてくる感じ。あと洗い上がりも本当に全然突っ張らないので、ぜひ一度このクレンジング難民の方は使ってみてほしいぐらい、私的にはおすすめのクレンジングです。ダブル洗顔不要なので、私はこのクレンジングを使ってる時は全然洗顔もねサボっているというか、洗顔なしでも十分なので、軽くこうじわーっとファンデとかが浮いてきてます。いつもはお風呂の中でメイクも落とすけど、ちょっとこのクレンジングから紹介したかったのでここでやってます。怖いな、もうね。はい、では流します。はい、上がりました。はい、すっきりしました。今使ってるマスカラとかアイライナーもお湯ですっきり落ちるタイプなので、リムーバーとか使わずにもうこのクレンジング一つですっきり落としています。さっぱりで、これをね最近ゲットして、このクレンジングタオルっていうものをドンキで見つけて買ってみました。なんかすごいしっかりしてて1枚で十分拭き取れる、あのタオルとかでゴシゴシするのはあの摩擦がやっぱ気になるので、こっちで今やってみてます。朝の洗顔とかもう本当に余裕がある時は顔の拭き取りはこれみたいな、とは言っても全然あのバタバタしてるし夏なので全然タオルでね拭くことの方が多いんですけど、まあ、そういう時は優しくしてます。はい、ではちょっとシャワーを浴びてその後にスキンケアをしていきます。はい、シャワー浴び終わりました。まだ顔何もしてなくてカピカピなので急いでスキンケアをしていきます。ちょっと今ね爪もハートだしパジャマもハートでアラサーなんですけど大丈夫かなっていう感じなんですが、ちょっとあえて揃えてみました。やっていきます。まずお風呂から上がったら、私は毎日シートマスクをしているのでパックをします。ちょっと急いでやっていきます。でその前に何もやってない状態でパックをするのはなんかちょっと気持ち的に抵抗があるので、ちょっとだけ化粧水を本当に軽く浸透させてからパックをします。いやー気持ちいい。私は本当にね冬は乾燥しまくる乾燥肌なので、シートマスクはまあ冬だけじゃなくて毎日するようにしてます。まつりと一緒にお風呂入る時も、もうバーッとまつりのことをやる前にとりあえずパッと貼ってこの状態でいろいろやるみたいな感じ
感じです。でシートマスク毎日やってるの でもうなるだけプチプラがいいし、まあ、パッと買えるやつがいいので、私はこれがね一番お気に入りでずっと使ってます。あとはルルルンとか、まあ、本当にドラッグストアで買えるパック、一番これが好き。お米のマスク。毛穴も肌悩みなんですけど、乾燥による毛穴の開きだと思ってて、自分的に。なのでこの乾燥毛穴にっていうのが一番自分に合ってる気がして、これが好きです。で結構あのひたひたに水分もあるし、いい意味で当たり障りのない感じというか癖のない感じなので、こう嫌いな人いないんじゃないかなっていう使い心地です。でパックをしてる間に髪を乾かします。髪はヘアオイルはこちらトランクホテルのショップのヘア兼ボディオイル使ってます。これはね担当のプランナーさんにプレゼントしていただいてからお気に入りで使ってます。ってます。と髪に馴染ませる。はい、そろそろパックを外します。じゃん。結構保湿されるので多分肌のトーンが上がったんじゃないかなと思うんですけど、もう本当にシートマスクは必須。もう忙しい、ワンオペでもバタバタでも本当にやるだけやるみたいな感じでやっております。もったいないのでひたひた首とかね。よし。でスキンケアをこの後する前に最近頑張って続けてるまつげ美容液をね塗ります。これはスキンケアの前にするのがいいらしいのでやります。これはあのインスタのお仕事でいただいたんですけど、インスタでよくまつげ美容液をさこうみんな使ってるのをあげてて、いや嘘やみたいな、本当かってずっと思ってるタイプだったんですけど、続けてみたらわかるかな、本当に今マツパも何もしてないんだけどギュンってなんか元気になってきて、あやっぱり続けるとちゃんとまつげも元気になるんだと思って、続けることに意味があるんだなと思ってね。三日坊主であんまり続かないタイプなんですけど今はやってます。どう？ほら前に比べたら絶対変わったんだよ。はい。で化粧水からやっていきます。化粧水は今2つお気に入りがあって、ランコムとアヌアです。コスメよりスキンケアをねいろんなものを使ってみる方が多くて、化粧水もね、まあ、よく使うお気に入りはあるんですけど挑戦してみることが多くて、初めてこのランコムとアヌアを今買ってみました。でランコムはやっぱり冬になるとすごい肌がくすんで見えて、多分乾燥とか、まあ、年もあるんですけどくすみ肌が気になって、年末にで12月にちょっと自分へのご褒美の一つとして、高いからこの化粧水あの本当に安くないので買いました。でこっちがやっぱり自分的には高級化粧水なので、もっとバシャバシャ日常的に使いたいっていうのでいろいろ調べてこのアヌアにたどり着いた。これもドンキで私は見つけて買ったんですけど、こっちは本当にバシャバシャ使えるので、何回も何回も化粧水をこう肌に入れたい時とか、まあ、ちょっと手軽に使える時はこっちにして、時間がある時とか、まあ、次の日に予定がある日とかはこっちを使うみたいな感じで使い分けてます。今日は明日ちょっと撮影の仕事もあるのでこのランコムも使います。これがなんかオイルと2層にね分かれてるんだよね。見えるかな、こうやってオイルと2層に分かれてるので先にこう振って使うタイプで、これ振ることで酵素が発生するらしいです。でこの何よりこの化粧水の売りは透明感なので、私がくすみで悩んでた時にこれがいいかもと思って買いました。でほんとサラサラするテクスチャーだから、もう何回もねバシャバシャゆっくり丁寧に肌にのせていく感じです。もうこんなに使ってる、先月買ったのに。こんな感じで化粧水が肌に乗ってるので染み込むまで待ちます。
全部肌に水分が浸透してから次のステップ、まあ、美容液なんですけどに行くので、ちょっとだけこう待つ、まだまだ全然肌に残ってる。でその間にボディケアも紹介しておくと、お風呂上がってすぐ体に塗るのはこの2つ、まあ、どっちか使ってます。ハトムギのスキンミルク、ドラッグストアとかプチプラで買えるので、これをとりあえず全身に塗りまくるみたいな感じ。このポンプ式がやっぱり使いやすいし、もう時短にもなるので、これおすすめだし、こうミルクなんですけど化粧水みたいにほんとトロトロしてて、肌にも体にも伸ばしやすいので、これをとりあえず塗っとかなきゃみたいな感じで、これをとりあえず全身に塗りたくっています。でこれもおすすめで、ベレダのオイルザクロなんですけど、こっちはまあ全身にみずみずしく保湿っていう感じなんですけど、こっちはね肌にパンと張りを出すみたいな感じなので、保湿もだけどどちらかというと張りっていう感じで、ここにも使用方法書いてあるんですけど、体を拭いた後よりもお風呂から出てまだちょっと濡れた状態の肌に塗るとすごい浸透していいみたいで、バストケアにすごいおすすめです。1年間授乳してたので、授乳中はやっぱりパンと胸もね張ってるんですけど、それがもう幻だったかのようにヒュッってなってるのでもうそれがやっぱちょっと自分的にはね、あーみたいなショックだけど、ケアはねこれで頑張るようにしています。化粧水が浸透したので美容液を塗ります。美容液もその時の気分とか、まあ、今使ってるのがなくなったら次何しようかなもあるし、まあ、用途によって変えたりもするんですけど、今はこのラロッシュポゼの角質ケアの美容液を使ってます。見えるかな、トロトロしてて肌にのせるとすごいスッってなじむので、私的にはこの使い心地も好きでお気に入りです。角質ケアってやっぱりこうパサパサしたりゴワゴワするというかいいイメージはなかったんですけど、これは保湿もしっかりしてくれる角質ケアなので、すごいね冬でも使いやすい、おすすめ。塗った後に肌がこうつるんと、今すごいツヤってるんですけど、つるんと均一な肌に見せてくれるので今使ってます。でこれもちょっと浸透するまで待ちます。あのお正月年始に2週間実家に滞在してて、この動画を撮ってるのはまだ戻ってきたばっかなんですけど、ちょっとほんと娘モードが抜けないというか、実家では本当に子供をやらせてもらって、あのご飯とか家事とか甘えさせてもらって、祭りの面倒も見てもらってって、こうだいぶゆっくり過ごさせてもらったので、あの今東京モードというか切り替えるのがねはぁっていう感じなんですけど、まあ、頑張って今年もねゆるく、まあ、もちろん家事も子育ても頑張っていこうかなと思っているところです。はい、浸透したかな。で最後はクリームを塗ります。クリームはねこのバイユアのプランプハニークリームを使ってます。大好きなバイユアのスキンケアシリーズです。もうほんと冬は乾燥するのでクリーム必須というか、スキンケアの流れで一回塗って寝る前とかにもう一回塗り足すぐらい乾燥がね気になるのでやってるんですけど、今使っているクリームはこんな感じ。結構手にのせた感じがすごくこっくりしてて、こうやって形が残るぐらいなのでちょっと固めのテクスチャーなんですけど、肌にのせると固めだったのが嘘みたいにスッと伸びるので、使いやすくてしっかり保湿もされてる感じもあるのでお気に入りです。クリームやっぱりベタつくのとか重くてなじまないものが苦手というか使いにくく感じてしまうので、クリームはテクスチャー重視なんですけど、これは本当に肌に吸い付くみたいにのせたらブワッと水分みたいに広がっていく感じ。私これハニーの香りがいい香りだから癒される。インスタでも紹介したことあるんですけど、バイユアのこのハニーのフェイスマスクとかもそれからおすすめで、それと同じ香りがするんですけど、私はめちゃくちゃ好きです。これが
スキンケア完成しました。こんな感じです。シートマスクと化粧水でたっぷり保湿して、で角質ケアしてクリームで蓋をするっていう今のスキンケアルーティーンです。はい、以上が私のゲットアンレディウィズミーでした。もう寝る準備万端です。ということで、かわいいかわいい息子の寝顔を見ながら眠りにつきたいと思います。さっきもちょっと言ったんですけど、コスメ以上にスキンケアを結構コロコロ気分で変えたり、まあお気に入りのものを見つけたりみたいな感じで日々使ってるものが違うので、またちょこちょこ YouTubeVlog とかでも紹介できればいいなと思っております。はい、では今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。